やなんとも立派なビルですねきっとすごくいい会社なんでしょうどこかわかんないですけどね、いい会社なんだろうな。もうちょっとで外線車来ますんで、もうしばらく。この辺りの馴染みでよく歩かれてたんですか。珍しい現象だと思います。だって銀行のこっち裏っ側なんで、入り口って反対側なんですよ。本店の入り口はあっちの通りで、職員の通用口は向こう側なんですよ。なのでここは入れるのかな。一応入れるのか。でもこっちから入る人ってめったにいないと思いますね。いやこの時間どうしよう。マイクですそうですね。今日皆さん平日のお昼ね、なんかそれぞれお仕事があったりされるのかなと思うんですが、ごめんなさいね、お昼休みね。そう、会社有給取ってきました。有給取って、有給取って素晴らしい。石丸さん当選しなかったらもう日本終わりそう思ってきました。よっしゃ、よっしゃ、頑張ります。銀行って昼休みが本分かな、本分も多分そうなってましたけど、三部制みたいな、三交代みたいな。早い人多分11時11時台、10時台、1時台ばっかり。じゃあもしかしたらフルスの方たちここ遠い、はい、見られるかも。多分普通にあっち行ってると思います。あ、向こう側ですか。はい、国際フォーム、アメリカキッチンカーとかいっぱい来てる。皆さんお疲れ様です。そして大変長らくお待たせしました。
もう間もなく始まります。今ちょっとステージの準備をしていますので、もう数秒お待ちください。いや、今日は日差しが強いですね。皆さん熱中症と日焼け気をつけてください。もうなんか結構この数日で日焼け止め塗ってるんですけど、やっぱり日焼けしてきました。日に焼けるとなんかこう疲れも溜まるみたいなんで、はい、これからねまだまだ本格的に暑さがやってくるところ、疲れてる場合じゃない、くれぐれも皆さんご自愛ください。もうできる、皆様お待たせをしております。石丸真二候補者自ら前座をしていただきました。それより街頭演説をさせていただきます。本当にたくさんの皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。さあ準備も整ったようでございます。ご準備よろしいでしょうか。いよいよ石丸真二街頭演説をさせていただきます。石丸真二です。ではまずご本人から自己紹介をお願いします。皆さんこんにちは、石丸真二です。この度東京都議選挙に立候補しました。まずは私から自己紹介という名のお礼の言葉を送らせてください。前の前の仕事、とある銀行で経済を分析するアナリストをしていました。一番最初に配属されたのは兵庫県の姫路支店です。そこで法人営業を2年半ほど経験しています。そしてその後いよいよアナリスト、調査分析をする部署に移ります。最初に携わったのはマクロ経済の分析です。呼び名としてはエコノミスト。そしてその後移ったのが債券市場。債券というのは国債とかですね、アルファベットで言うと JGB、 懐かしい債券市場のアナリスト、それを務めた後今度は為替のアナリスト、これを経験しました。私が知る限りマクロ経済を見てそこから金融市場を分析する、こういうキャリアを踏んだリサーチの人間かなり少ないです。他に私が知る限りではなかったなと。そしてその終盤で4年半ほどニューヨーク駐在を経験しました。ニューヨークに為替アナリストのポストを作るからお前が行ってやってこいってぶち込んでいただいて、何にもない中一人でたった一人のチームを立ち上げる、そんな仕事です。担当したのはカナダからチリまで、アメリカだけでも合衆国だけでもものすごい広さ、そしてブランチの数もたくさんあったんですが、加えてカナダからメキシコ、パナマ、ペルー、コロンビア、ブラジル、アルゼンチン、チリまで合わせて9カ国をありがたいことにたった一人で任せてもらいました。ニューヨーク駐在は日本の労働基準法関係ないんですね。いや本当に死ぬほど働きました。なんて会社だ。そんなことを思った時もありました。しかし振り返ってみればそれこそがかけがえのない自分の力に、そして財産になったと間違いなく
自信を持って言えます。その意味で私石丸伸二の武器、何よりも経済を知り、そして経済の力が使える、それが私の強みだと考えています。よってこの度の東京都知事選挙を経て、これまでになかった初めての経済を知る人間、経済が使える東京都知事を目指すことをここに宣言します。どうぞご期待ください。経済を知る石丸伸二だからこそのお話です。それでは政策についてお願いいたします。昼休み、もう30分か15分か経過していると思います。皆さんの大事なランチを確保していただくために、ここはギュッとまとめていきます。これから大事なのは経済です。ただでさえ日本は人口が減少していく、そうした時、一人当たりの生産性、これを高めるしか、この豊かさを保つ術はありません。だから必要なのが成長戦略。これまでもいろいろと打ち立てられてきました。今回改めて経済人、私石丸伸二が改めて提起をしておきます。経済の力を高める、その成長戦略の要として、やはりここは教育への投資、ここに注力します。その中でも一つだけすごく具体的な施策をお伝えします。ここだけは思いっきりばらまきます。どこ？昨日の YouTube で話をしました。東京都内の公立高校、東京公立高校186校、その全ての生徒会長に100万円ずつ渡します。生徒会長の裁量として、自分で考えて高校のために一番良い使い方、一番良い使い方、面白い使い方、これを考えてみてもらいたいと思います。なので皆さん、関係者に、高校生に伝えてあげてください。もうすぐ生徒会長選挙があるはずです。次の生徒会長、おそらく今の2年生、来年度100万円を何に使うか、もう考え始めてくださいと想定しているのは186校。その中でもせっかくなら市場原理を動かしたいと思います。この中でコンペをして、一番面白かったところ、さらに倍、これを毎年繰り返していく。それだけで学校が盛り上がります。政治に興味を持つでしょう。そこから日本の成長がまた始まっていくんだと信じます。なのでこれが私の、小さくはありますが、とても広がる成長戦略だと捉えています。なのでここで公約として皆さんにお伝えしました。言い方を変えていきましょう。私石丸伸二が東京都知事になった暁には、全ての都立高校生徒会長100万円渡します。待っててください。楽しみにしててください。皆さん、石丸伸二にご期待ください。それでは最後のお話をお願いいたします。そろそろ12時を迎えます。早番で切り休憩を取った方、もう戻らないといけないですね。最後に一つだけ私からお願い事です。政治家がこのパターンでお願いすると、清き一票とか言ってしまうんですが、そんなお願いでは私満足しません。ぜひとも熱い一票を皆さんに期待します。どういう意味か、この選挙とにかく
楽しんでください。それはふざけるとかそういう意味じゃないんです。一生懸命にやろうっていう意味なんです。今日本全国全国民がこの東京都知事選に注目してくれてます。この私石丸伸二はおよそ1歳の国政政党既存勢力に属しません、寄付しません。そんな人間が都知事になれば日本の政治に激震が走ります。政治家の意識も変わるでしょう。さらにはこれまで距離を置いていた意思があり、そして能力のある人たち、彼らが続々と政治家になってくれようとします。これまで選挙の都度一体誰を選べばいいんだ、皆さん困ってたんじゃないんですか。その挙句どうせ変わらないんじゃないかな、諦めてしまってたんじゃないでしょうか。しかしそれここで変えられるんです。そして変えられるのはここにいる皆さん大人だけなんです。その意味で東京都民皆さんの責任は重大です。東京都を動かして日本を動かしてみせてください。皆さんの本気でこの選挙を盛り上げてください。皆さんの奮起に期待します。さあ都民の皆様よろしくお願いいたします。石丸伸二と一緒に東京を動かしましょう。それではこれより石丸伸二皆様のもとに直接ご挨拶を